こんにちは。こんにちは。さあ、今回も始まりました。ようこそ高橋ファミリークリニックへ。今回3回目を迎えておりますが、先生、今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて、3回目ということですが、はい、先生、だいぶ慣れましたでしょうか？だんだん慣れてきました。はい。ということで、はい、今日もいろいろなお話を聞かせていただこうと思いますので、よろしくお願いいたします。まず、高橋ファミリークリニックの理念から教えてください。はいはい。うちの理念は、はい、安らぎのある癒される医療、笑顔あふれるクリニックで、うん、ちょっと噛んじゃいましたね。ということで、もちろん前回に医療の面でいろんなことを教えていただいたんですが、はいはい、それ以外にもさまざまな活動をされていらっしゃるんですよね。はい、うちはですね、はい、まあ、医療は医療ですが、健康増進部っていうのを作りまして、はい、で、まあ、医療以外のことをサポートしています。例えば笑いの会とか、まあ、一番最初にやったのは笑いの会です。はい、笑いの会は、落語家、はい、ミュージシャン、はい、あといろんな大道芸も含めて呼ぶ、あと芸術の会をその後分けて作りまして、はい、あの被爆ピアノリサイタルというのもやらさせていただきました。あの、非常に目立ちたがりの先生としては笑いの会では自らも落語をされたんですよね。すみませんが、ちょっとあのやらさせていただきました。はい、あのうちの師匠は微笑み亭さんだという、はい、まあ、どっちかというとクロートではないんですが、うん、あの台本をクロートに売ってる方でして、はい、その方に教えていただきながらやっております。どうでしたか、落語は？ですね、まあ、あの見て、一応 YouTube に出てるんですが、はい、まあ、見ていただければ分かるんですが、一生懸命喋ってるんですが、いくつかネタを飛ばしております実は。でも、まあ、見てる方は結構面白かったなと言ってくれたので、ありがたいと思います。あのクリニックのスタッフの評判は、はい、先生何やってんのって感じでした。まあ、でも先生好きだからみたいな、どんどんやってくれって感じだったんで。そして芸術の会では、はい、ここではどんなことされてるんですか、先生は？芸術の会は、まあ、音楽だとかをそっちに送ったりしましたので、はい、ミッキーさんという方がよく来ていただくんですが、はい、あのミッキーさんに、サプライズだと言いながら毎回歌っております。はい、あ、歌ってるんですね。そっちでは芸術では歌って、はい、歌ってます。そして、はい、あの被爆ピアノのリサイタル、はい、これは私も参加させていただいたんですけれども、あの広島で本当に、はい、被爆したピアノがまだ現存するんですよね。そうですね。そのピアノを持ってきて、はい、でプロのピアニストの方に演奏していただいて、はい、そのピアノならではの音色で素晴らしい演奏も聞かせていただいたんですけれども、はい、その時に同時に広島の、あの原爆の物語も朗読もしていただいたんですよね。本当にすごかったですね。うん、だから音楽を楽しむことも一つなんですけれども、はい、小学生の皆さんに改めて原爆について考えていただくという非常に素晴らしい有意義な時間でしたよね。本当になんか自分の心も現れるような気がしました。はい、今後もそういった活動はされていかれるんですか？はい、もちろんです。あのできれば、まあ、小学校だとか中学校をベースにした、はい、あのうちの学校、小学校の学区、実は医療機関がないものですから、うん、はい、まあ、うちがあの率先してそういうことをやっていきたいと思っています。じゃあその時に先生が率先して落語やったり、はい、歌ったりとか、はい、あの落語とか、例えばあの商店で大喜利っていうんですけど、はい、ああいうので実はこう前に出てですね、あのやっております。で、うん、その時のまあエピソードといったら何なんですが、はい、あの後ろでこうバーンと叩く人がいまして、うちのスタッフにそれやってもらったんですが、私を叩くときにちょっと外れてですね、ちょっと耳に叩かれてすごい痛かったんですけど、それをですね、でうちのスタッフが後から僕は聞いたんですが、ある方に非常にクレームを受けたそうです。あ、はい、で、なんで院長を叩くんだってクレームをしたのがうちの母親でした。母親がマジで怒ってましたんで、もう僕はとてもなんか、母ってやっぱり、あのお母さんとしてはすごいんだなと私はその時感服しました。あのお母様に小さい頃叩かれたりとか、そういった記憶は、あんまりないんですけど。じゃあ私も叩かなかった、はい、この可愛い息子をなんで叩くっていう、なんか真剣に怒ってたってことを聞きまして、スタッフにも申し訳ないなと思います。でもお母様もじゃあ逆にそういった会は楽しみにされてるということですね。はい、そうなんです。あの特に私が歌を歌う時は、はい、うちのお袋はあの耳を塞いでます。恥ずかしくてでも喜んでらっしゃる面もあるんでしょうね。喜んでるとは思いますけれど、はい、その他にも、はい、なんかあのコアラの動物スポンサーにもなられたって、確か2年半ぐらい前の時に、はい、
車で私はクリニックに行くときに、うん、まあNHK のテレビだったかな、はい、聞いてたら、東山動物園で動物スポンサー第1号ということで、ペンギンをのスポンサーの方がいたので、もう、私死ぬが終わった瞬間に東山動物園に電話して、はい、スポンサーならしてくれということ で結果的にはコアラのスポンサーをなってます。コアラのスポンサーになったことで、はい、なんか変わったこととかこんな風にっていうのあるんですか？基本はコアラの餌代を、まあ、僕は出してるということになるんですが、はい、一応、まあ、細かいこと言うと必ずその春祭りとか夏祭りの時にこう届いてですね、はい、まあ、いろいろ言ってくださいとかこう指令掲示もしてます。で確かコアラのなんかそういう道具を作る時もそういうのが僕のこと来まして、はい、まあ、いろいろ手伝ってくださいってことで、まあ、来ております。でそれだけスポンサーとして、はい、まあ、協力というか信用していることによって、はい、何か東山動物園に行くと高橋ファミリークリニックとか何か文字を見ることはあるんですか？申し訳ございません。コアラのところに行くとですね、コアラに入っていくときによく壁を見ていただくと、はい、高橋ファミリークリニックとか書いてあるわけです。書いてます。昔はうち1社とうちだけだったんですが、今は確か3つぐらい、それの一番上にうちが書いてます。一番上1号っていうのはやっぱり違いますね。コアラには第1号ですよね、はい。じゃあ今後もいろんなスポンサーになっていこうという気持ちは、はい、一応あるんですが、はい、とりあえず今はコアラだけでやっております。はい、はい、そして、はい、なんか海外でもいろんな活動されてるんですよね。はい、そうなんです。本当に緑区から世界へということで、はい、まあ、僕の思いは世界の人を癒したいということで、あともう一つ海外に行くことで日本の医療は結構わかるんですね、はい、日本の医療がどこまで求められているかということが分かって、最初に、ベトナム、中国に行きました、うん、はい、でその後去年ぐらいからモンゴル、うん、で今後ミャンマーに行こうかということも考えています。実際に海外の医療と日本の医療と比べられて違いってかなりあるんですか？はい、やはり日本の医療は進んでいるなと思いますし、うん、海外の方が日本の医療をこう希望している、はい、および日本人が海外に行って、まあ、頑張っている企業選手たちも、うん、やっぱり地元の人、日本語が通じ、まあ、うん、あ、細かいところは通じないわけですから、はい、やはり日本人の医者は非常に希望しておりますね。じゃあ医療面での、はい、まあ、サポートというか協力、はい、他にも先ほどのコアラのスポンサーのように、はい、海外でもそういった支援もされてるんですか？もちろん、実はベトナムに行った時にですね、はい、まあ、いろいろ思ったところがありまして、うん、まあ、いろんな話があったものですから、ベトナムの恵まれない人に家を、はい、買ってくれということで、ちょっとお金を出しまして、はい、ベトナムの家を、作ってきました、まあ、私は作ったわけじゃないですか。あ、でも支援をされた、支援をしました。で実際にそこに行って写真も撮ってきましたが、はい、まあ、なぜかそこの方が遠出してて会えなかったんですけど、そういうエピソードもあるんですがでもそこのお家の前でにっこり笑ってる写真はあるわけなんですね。ちゃんと高橋信夫って書いてます。あ、いいですね、はい、偉大なる医師高橋信夫の家だとからしいです。じゃあ海外ではその地区では高橋信夫っていうと、はい、あの先生っていう、ね、ただあんまりそこ家が建てませんでしたけどね。あ、はい、でも皆さんから、はい、また協力してほしいって言ったらそういう活動もしていく予定は、はい、いろんなことで僕がやれることは、はい、まあ、このことを言ってはいけないんですが、私たちがその利益をもらったものに関しては地域および世界に還元していきたいと思っておりますので、まあ、まあ、いろんな先生に言うとですね、なんでベトナム行ってそのお金払ってその家を買うんだと、買うというか提供するんだとか、動物スポンサーにしたってこれは別に安くはありませんので、なぜそんなことをするんだと言われますが、それは僕の思いなので、皆さんが幸せになってくださればいい。特にコアラも餌代大変らしいんですよ。あ、はい、ですから、ぜひ皆さんも協力していただけましたら、はい、お願いしたいと思います。じゃあ東山動物園に行ってコアラが元気だったら高橋先生のおかげって見ればいいわけですね。大変ありがたいと思ってます、はい、はい。その他にも今後こんなことをやっていきたいっていうの思いはあるんでしょうか？はい、日本の医療はやっぱりすごいと僕は思ってまして、はい、で例えば、まあ、日本の医療と言っていいのか、マクロビオティクスっていうのがありまして、はい、あれはマドンナとかやってるもの。そうですね、はい、あれは実は日本人が作ったものです。あ、そうなんですか。それは海外に行ってから日本に戻ってきた、うん、ということで、私はそういういろんなもの、まあ、まあ、今後言うと思いますが、栄養の話も含めて、はい、そういう食事の関係と、うん、あと運動のこと、うん、あと考え方、うん、マインド的なことも、そういう未病予防ということで、糖尿病とかそういう病気になる前のところで皆さんを助けたい、うん、ということをですね、できればミャンマー、モンゴル等々行ったところで、うん、それを希望している方々に、うん、私どもがそこの家庭とかに入ってですね、うん、まあ、
やっていきたいなと思っておりますし、あのモンゴルのウランバートルの保健局長に会った時に、はい、実際会ってるんですけど、会った時に言われたのが、いや先生大体その日本の後を追っていくので、うん、糖尿病が多くなり認知症が多くなるということにもう明らかになっていると、だから糖尿病になる前の段階で治してほしいというふうに言われまして、はい、ぜひそこにできないかということで、まあ、モンゴルに関してはモンゴルの糖尿病の専門医といろいろ連絡を取ってどういうふうにしていくかということを一応模索している最中です。であとは中国に行った時にものすごく思ったのは、中国のあの反日の環境の中で日本人が頑張っている、うん、ですから僕はもう一つ の、まあ、世界の人を癒すということの中にやっぱり日本人に頑張ってもらいたい、はい、で例えばブラジルとか世界の裏に行った人たちに日本人に対して今携帯電話でスカイプとかでもう、うん、もう無料ですぐにでも喋れる、はい、ですから僕は思っているのは、自分のクリニックで、私もそうですし栄養士もそう看護師もそう、そういうので例えばこのスカイプを、はい、携帯電話のスカイプを通して、まあ、そこで外来でもできれば、はい、そうすれば例えばブラジルの人が私どもと日本人と喋るだけでも嬉しいでしょうし、うん、なおかつ日本人の医者と5分でも10分でも喋って、はい、こういうことで困ってるということをリアルタイムに、はい、まあ、ただ僕はそこに行くことはできませんが、そういうことをこう情報提供できれば、うん、なんて、まあ、多分嬉しいんだろうと、世界に私が貢献できる、日本、特に日本人に対して貢献できることだと思ってますので、もうぜひ今年中もしくは来年にはこのことを実現させたいと思ってます。やっぱりあの日本人の先生に日本語で、はい、そうですね、指導していただくことも大切だと思うんですけれども、はい、スカイプで顔を見ながらお話しできるっていうのが、はい、より一層安心感が増しますよね、はい、ですから外来もですね、まあ、今もちろんうちは電子カルテで、はい、あの月誰々さんっていった時に、うん、まあ、電子カルテでこう出るんですけど、まあ、今後はですね、まあ、考えられることとしては、はい、ブラジルの、佐藤さんっていった時にいきなりこう、そこにスカイプがバーンって出てきて、そこでこう喋る、で、診療が進むとか、うん、まあ、そういう時代は絶対来ると思いますので、うん、まあ、それを携帯でやるのか診察でやるのかというだけだと僕は思ってます、はい、まあ、そういう形で私が少しでも、はい、貢献できればと思っております。こういったこのインターネットテレビでもそうですけれども、はい、本当に不特定多数の皆さんに見ていただくことによって、はい、またそれが広がっていき、知らなかった知識が増えていく、はい、知りたいことがどんどん増えていくっていうことは大きなことですよね。それこそが私は緑区から世界へ、はい、もちろんそういうことをインターネットやることによって、実は緑区でうちに来れない患者さんに対しても配信できるし、うん、はい、スカイプで見れるし、うん、別にブラジルじゃなくたって、はい、例えば日本の長野の山奥でも結構ですし、はい、まあ、それは実は日本に、まあ、いろんなとこに帰ってくるものだと私は思ってます。じゃあこれからもこのようこそ高橋ファミリークリニックでは貴重な情報もお伝えしていきたいと思いますので、はい、先生今後ともよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございました。